皆さんこんにちは、ナチュロパスのさえです。私はオーストラリア国家資格である自然医療療法士ナチュロパスとして、世界中にお住まいの方々へオンラインの総合医療クリニックで日々 Zoom でのリモート診察を行っております。この音声配信では、あまり知られていない病気や疾患をどうやったら根本から治療できるのか、世界の科学的エビデンスや実際に私の患者様のケースを用いてお話をしております。さて、今日のトピックはですね、ちょっと敏感な方もいらっしゃるかもしれないんですが、よくね、聞かれることなので一度お話ししたいなというふうに思います。それはですね、女性の方の、ホルモン剤の使い方についてですよね。ホルモン剤を使う機会っていうのは、いわゆるピルとかですよね、いろんな形式がありますが、ホルモン剤を使う機会となるのが、やっぱり例えば生理痛が重たすぎるとか、子宮や、卵巣に何かしら、腫瘍とかですね、そういった疾患がある、そういうことが多いと思うんですけれども、それでね、お悩みが治ったというか、私は治ったというふうに言わないんですけれども、良くなるのはそれはそれでいいかもしれないんですけれど、私のところによく来てくださる患者様の、お悩みとしては、そんな感じでピルを始めたんだけれども、そろそろ妊活を始めたい、もしくはそのままずっとね、こうもし40代とかまで来てしまったけれども、このままでいいのかという、そういったね、こうピルと、ピルのやめ時、やめ方、どうしたらいいのっていうようなご相談が結構あるんですね。もちろんですけれども、何かしらお悩みがあったからホルモン剤を始めたわけですから、それを止めるっていうのはやっぱりメンタル的にすごく不安ですよね。また症状、同じ症状になったらどうしようとかあると思うんですけれども、今日はね、そんなお悩みをもしかしたら持ってるかもしれないなという方に対して、少しでも参考になるようなお話ができればというふうに思っております。まずですね、このホルモン剤、ピルとかですね、こういったもので、生理を、止めたり、もしくは、生理をね、コントロールする、そういったふうに、お医者さんから言われて取られてると思うんですけれども、まず知ってほしいことは、人工のホルモン剤を入れた瞬間からですね、私たちの体では、自然なホルモンというのは、一切シャットアウトされます。ですので、なんて言うんですかね、棒グラフのようなもので見るとですね、普段だったら1ヶ月かけて、エストロゲンと言われる女性ホルモンだったり、あと黄体ホルモンと言われる女性ホルモン、これがですね、こう上に上がったり下に上がったりという感じで、1ヶ月かけてね、こう上下触ってるわけなんですけれど、ピルを始めた瞬間ですね、それがもうまるで心停止の状態です。ピーというね、そういった、棒グラフになります。なので一見ね、例えばそれでもまだこう生理が来るようなホルモン剤の方っていうのは、普通にね、ホルモンバランスこれで良くなったわとかですね、整ったわというふうに勘違いされがちなんですが、実はそうではなくって、これは人工的にただただ、生理を起こしている。逆に言うと、我々の社会では、ピルの副作用がですね、ちょうど生理中に出てくるというような、そういった言い方をしたりもするんですけれどもね。でですよ、であとね、気をつけてほしいことが、そう、このピルね、例えばエストロゲンが入ってるものとかですると、私たちやっぱりこう年を重ねるごとにだんだんやっぱりエストロゲンの量が低くなってきて、そして、更年期とかね、そういった、フェーズにいずれは全員入ってくるわけなんですよ。そうするとですね、今まで通りのエストロゲンの量だと、体がいつまで経っても更年期に入れない。そして逆に、更年期に入ったからといってですね、急にピルをやめてしまったりとかですね、すると、体にとっては今まで自分が自由にね、ホルモンを作ってこれなかったからびっくりしちゃうんですよね。私どうしたらいいのという感じ
で、その結果ですね、更年期の、まあ、いわゆる更年期障害ですよね。症状が非常に重たくなったり、もう動けなくなったりとかっていうようなことが起こってしまいます。で、また、自然にね、こうエストロゲンが、少なくなってこれなかったがためにですね、急にエストロゲン体からなくなるわけですよ、ピルをやめた瞬間。そうなると、女性の方特に気をつけたいのが、骨粗鬆症、骨密度の低下、急降下ですね、なんかにも非常に気をつけてほしいところなんですよね。で、これまたね、じゃあ、更年期の症状がひどいからといって、もしも婦人科にかかられた場合、もしかするとここでまたホルモン療法されますかということで、エストロゲンのパッチみたいなものをね、処方されるかもしれません。で、これももちろん必要な方もいらっしゃいます。が、やっぱりメカニズムを覚えておいてほしいんですけれど、これやっぱり人工のホルモンを入れてるわけですから、その間はエストロゲンがこうブーストされてですね、症状が良くなるかもしれませんが、じゃあそれ次いつ取るのみたいな話になってくるわけですよ。なので結局やっぱりね、さようならをする時が来る。そしてそのさようならの仕方を間違えると、やっぱりそこでガタンと症状にね、出たりするわけなんですよね。ということで、今日は、じゃあもしもね、私本当はそろそろピルやめたいんだ、本当はホルモン剤使いたくないんだという方、どうしたらいいのかというところなんですけれども、まずは分かってほしいなと思ってるのはですね、やっぱりお薬ですから、ホルモン剤ね、人工のお薬ですから、肝臓に非常に負担がかかってきます。なんで結構ね、こうピルを始めた瞬間太りやすくなったみたいなことがあるんですけれど、まあ、これは結構その肝臓とか代謝とかそういったことと、リンクしているからなんですよね。なんでもしも、ピルをやめたいと思った方、もちろんね、主治医の方に相談していただくのは必須なんですけれども、やめた後はですね、必ず、肝臓のお掃除をする必要があります。なぜなら、肝臓という場所はホルモンバランスの代謝を司るとても大事な場所なんです。ですので、またね、新たに自然なホルモンを作ろうと思う時に、肝臓がこうたくさんね、人工ホルモンで疲れすぎているよという状態であったら、どうしてもバランスが取りにくくなってしまうんですね。まあ、私は結構ですね、漢方を使ったりもするんですけれども、マリアアザミと呼ばれる漢方だったり、あと、ウコンの、その中に入ってる成分ですね、クルクミンと呼ばれるものなんかもすごく肝臓にはいいです。また、野菜でいうとアブラナ科の野菜というものがありまして、例えばブロッコリー、ケール、キャベツとかですね、この辺りがすごく肝臓の働きには非常にいいというふうに言われています。なんで、ただただやめるだけではなくって、やめようかな、そろそろかなと思い始めた頃からですね、ぜひ肝臓のケアというのをしてほしいというふうに思います。そして、これは年齢にもよるんですけれども、もしも、そろそろもう更年期とかも考えないといけないような年齢である場合ですね、体ではどんなことが行われるかというと、このね、子宮や卵巣での、活動が、まあ、いわゆる生理がなくなってしまう、そこで閉経になったとしてもですね、なんと私たちエストロゲン作り続けるんです、違う臓器で。それがですね、なんと副腎なんですね。副腎というのは腎臓の上にちょこっと、帽子のように乗っている臓器なんですけれども、ここはね、普段アドレナリンとか聞いたことありますかね。いわゆるストレスホルモンというような、ものを作ったりする場所でもあります。ですので、副腎のケアがとても大事になります。これすごく難しいんですよね。特に更年期に差し掛かると、メンタル的にも結構しんどくなる方が多い。またこの年齢って、例えばですけど、こう
しんどい子育てがやっと終わった、はぁ疲れたというところだったりね、もするわけなんですよ。なんで何かしら結構副腎、そもそも、特に女性の方、疲労している方って本当に少なくないんですよね。ところが、この副腎でですね、エストロゲン、特に、閉経あたりからはね、作られ始めますので、まあ、前からね作られてるんですよ。なんで20代の方とかもストレスがホルモンバランスに良くないよって言われるような、この背景にはですね、副腎でもエストロゲン作ってるからっていう理由が存在します。ただ特にですね、この閉経間近とかっていう方は、もう卵巣ではエストロゲン作られませんので、余計にストレスケア、ストレスマネジメントっていうところがとってもとっても大事になってきます。なので、例えばですね、本当にこう普段からイライラしてるよとか、疲労感すごい感じているよっていう方、特に、自分ケアを大事にしてほしいなというふうに思います。でですね、逆に、まだまだ私若いんです、20代なんだけれども、ピルやめたいよという方、この方はね、やっぱり卵巣機能まだまだいけるはずです。ですが、このホルモンをね長く使えば使うほど卵巣もどう機能していいのか忘れてしまってまいますので、ピルをやめてから6ヶ月ぐらいはね、ちょっと長い目で時間がかかる、自然に戻るには時間がかかるというふうに思っておいてください。また卵巣がうまく機能するためには、さっき申し上げたストレスケアもとても大事ですし、それからどこかね以前お話をしました、ぜひ女性の悩みのカテゴリーで探してほしいんですが、やっぱりね排卵とかをしていかないといけないわけなんですよね。でこの排卵をするにはですね、例えばいい脂質だったり、それから葉酸だったり、栄養の面でとてもね大事になってくるんですよね。なのでホルモンバランスを整えたいよと思うとき、ピルをやめて自然にホルモンを作っていきたいよと思う方、栄養素めちゃくちゃ大事になってきます。例えばですけれど、お魚をしっかり食べること、これ直接女性ホルモンの材料になりますのでおすすめです。特に、脂質の多い、鮭、サーモンですねとか、サバ、それから、イワシ、このあたり特におすすめです。またさっき申し上げた葉酸ですね、こちらも、プロゲステロン、黄体ホルモンの直接の材料になりますので、緑の野菜ですね、しっかり摂ることをおすすめします。ですのでいかがでしょうか、このピルをねやめたいよと思っている方、必ずね病院の先生に相談はしてほしいんですけれども、その背景で体の中ではどんなことが行われているかというと、その人工ホルモンが、溜まれば溜まるほど肝臓が疲れているかもしれないので、肝臓をお掃除できるような、そんな作業が必要ですよということ、そしてまた自然なホルモンを改めて作るには、いい脂質、それから、葉酸がとても大事ですよというようなお話をしました。私とのオンライン診療ではこういったね女性の方の、ピルをやめたいんだ、妊活をしたいんだとか、そろそろもう私いい年だし、でもこのホルモン剤どうしたらいいのとかですね、もちろんですけれども、子宮や卵巣疾患でお悩みの方とても多くいらっしゃいます。私との診療では、皆さんのお悩みを根本から良くするための根本治療というのを行っておりますので、もしも、ちょっと気になったなという方、20分間の無料相談というのを、最近始めましたので、ぜひですねそこで聞きたいこと、ぜひ質問していただければというふうに思っております。20分間の無料相談の、詳細は概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひ、そちらからお申し込みいただければと思います。それでは本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。ナチュロパスの朝芽でした。